ちきれられで禁になった芸人トップ5。第5位、内村光良。過去にテレ朝の番組で司会をしていた際、同番組出演のアナウンサー徳永由美と結婚。しかし当時徳永は既婚者で略奪婚だったため、報道後に番組は終了。その後テレ朝もで禁となった。第4位、野沢大吾。2023年、老害マックスとして挑んだ M1 1回戦中、ネタでストロングゼロをぶちまけたことで M1 史上初の失格で禁となった。第3位、明石家さんま。若手時代、イベントで神戸を訪れた際、人が集まりすぎて怪我人が出る事態に。それ以来神戸は出禁となり、40年以上訪れていない。第2位、畑陽区。番組のネタ中に熊野プーさんを、ノーファンですから残念と切ったことでオリエンタルランドに呼び出され、数時間説教を食らった挙句ディズニーで禁。第1位、共演したミッキーに向かって、どうせおっさんが入ってるんだろうと頭を取ろうとしたことでオリエンタルランドの経営陣がブチ切れ、その後ミッキーと共演 NG、 ディズニーもで禁になった男、石橋貴明。